頭がいいね。この壁の色、嫌だ。毎日パンを食べます。どっちもいいと思うよ。ずっと親友でいようね。トムは車をレンタルした。自分の将来が気がかりだ。窓が開けっぱなしだった。 私のこと可愛いと思ってる上司にこってどく叱られた。ここは楽しくないようだね。私、なんかバカなこと言ったここの木、全部切っちゃうの毎日、客は最低三人店に来る。 この薬は男性にしか効きません先生は生徒の間違いを指摘した近頃の子供は外で遊ばないんだよボムが帰ってきたら話をしてみるよ今まで見てきた中ではこの家が断然いいよ いくつか医学的なことをお伺いしてもいいですか